You're listening to Shibuya Cross FM。 大貫さやかか宮原かのんのライズスタジオ。声が変です。ライズファン、格闘ファンの皆さん、こんばんは。そしてライズに興味を持ってくださった方、はじめまして。この時間からは大貫さやかか宮原かのんのライズスタジオをお送りいたします。はい、今日はこんな声なんですけれども、頑張ってまいります。この番組は主にライズファイターをゲストにお招きし、試合への意気込み、選手同士のストーリー、そして格闘技を始めたきっかけや格闘技以外の面にもスポットを当てる50分となっております。放送は毎月第1週目と第3週目の2回木曜日にお送りしておりまして、20時からになります。ここ渋谷クロス FM にて生放送しております。よくできました、ありがとうございます、はい、そして MC はライズガールとして活動する大貫さやかとライズ解説者兼役者の宮城大輝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はね、ゲストの方にたくさんお話聞きたいので飛ばしてまいります、はい、皆さんぜひ番組への感想やゲストへの質問などなど SNS で募集しておりますので、ハッシュタグライズスタジオとカタカナでつぶやいてください。はい、お願いします。聞いていいんですか、声どうしたんですか。はい、なんか声を使いすぎみたいで、使いすぎて、あ、はい、いいことですね。すごく楽しいイベントが多くて、はい、温まりすぎちゃったんですね。じゃあそうなんです、はい、温まりすぎてるということで、はい、でも今日はラジオ、大貫さやかか宮原かのんのライズスタジオですよね。そうです。誰も知らないです、この声の人。確かにもう一人出てきちゃいましたよね。もう一人出てきましたね。はい、そうなんですよ、今日スペシャルバージョンなんですけど、スペシャルMC がいますね今日。はい、スペシャル年末MC がおりまして、はい、今日ね、番組も最後ということなんですけども、ね、そうですね、2022年、はい、ラストラストにね、ふさわしい。ラストでどんな声してんだよ。ごめんなさい。そうなんです。でもね、ゲストの方素敵な方なんですよね。そうなんです、はい、本日はゲストはネクストレベル所属の今注目の選手、初の女性ゲスト、小林真蔵選手です。真蔵さん、はい、いやもうぜひぜひ初の女性ゲストということもあって私もワクワクしてますし、はい、いろんな話お聞きしたいなと思っております、はい、それではまずはそのゲストをお迎えする前に一つ映像を挟みたいと思います、はい、本日のゲスト小林真蔵選手をこの後お呼びさせていただきます。この番組はライズのサポートでお送りしております。それでは宮城大輝さんが代表を務められる人気ボクシングジムターゲット渋谷の紹介 VTR をご覧ください。どうぞ。こんにちは。代表を務めていらっしゃる人気ボクシングジムターゲット渋谷の紹介 VTR でした。いつもありがとうございます、はい、とっても素敵です。お待ちしております、はい、それでは早速今日のライズスタジオのゲストをご紹介いたします。ダイナマイトガール小林真蔵選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや嬉しいです。すいません、はい、本当に声がこんなんで。そうですよ。そうなんです、はい、ですけれども気を取り直して、まずは真蔵選手の簡単な自己紹介をお願いいたします。お願いします、はい、ネクストレベル渋谷事務所属の小林真蔵です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、いやー、大輝さん、ね、はい、はい、何ですか。大輝さんと真蔵さんは仲良しですか。ね、解説で何回かね、はい、お話しさせてもらったことあります。まあいい子なんですよ、確かに。もう楽屋にいても本当に素敵さが伝わってくる。この人は何を考えて気使いすぎなのかなっていうのもあるんですけど、あのそんなんだろう、こうまあ
一回あの解説じゃなくてこう、はい、なんだろう VTR みたいなのあるじゃないですか、うん、で、はいはいはい、まあ、天心、僕、まあその実況の人でマラゾー選手で僕ってこう並んでたんですね。で天心、マラゾー選手、僕みたいな横並びに並んでたんですよ、うんうんうん、で僕がまあ一番端だったんですよ、うんうん、で端 でマラゾー選手にみんなこう聞いてたんですよ。聞いてたら、はい、マラゾー選手は僕に背中を向けてみんなに向かって話してたんですよ。別に何も普通じゃないですか、はいはいはい、みんながマラソン選手に聞いてるから普通じゃないですか、はい、僕は普通にそれ聞いてたんですよ、はい、ああそうですねって言ったらその後 DM をくれて、はい、今日本当すみませんでしたみたいな、大輝さんに背中を見せて会話に入れずに本当に申し訳ございませんみたいな、いや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 、最後お会いできなかったのでちょっと DM 送らせてもらいました。なんていい人だ、いやめちゃくちゃいい人え、しかも私の声に関してもご自身のエピソードを踏まえて心配してくださって、はい、いやもうしかもなんか心配っていうよりはなんか頑張りましょうねっていう優しいコメントだったんですよ、笑わせてくれるよ、優しい、いやめっちゃ素敵な方、ちょっと今日はね試合のことだけじゃなくてそういったマナゾー選手のパーソナルな部分にも注目していきたいと思います。はい、あのでも前回のゲストコーナーではね急に、はい、ベノ選手が電話がつながらないということで、つながらずに、いや急遽ご出演いただくことになって、はい、本当ありがとうございます。ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、いや本当にしかも試合近いのに、確かに、はい、本当すぐですよねベノ選手の方がまだあれですからね、うんうん、先ですからね確かに確かに、はい、今の、12月25日にね、この後しっかり告知もさせていただくんですけれども、はい、12月25日に試合がありまして、今の練習状況だったりとかっていかがですか。佳境ですよね。まあでも今一番疲れてる時じゃないですか。そうですね、はい、今はちょうど今週で追い込みラストになるので、うん、もう絶頂期に、うわ、でも絶頂の仕上がってる時にトークしてもらえるって贅沢ですね。ありがたいですね。いやめちゃくちゃ減量もだってこれ今そっか、もうただ今回はもうあとずっと 1.6 とか2キロとかずっとさまよってたので、はい、もう全然食べながら動ける感じですね、うん、おー状況があるんですね、はい、そういった、はい、気持ちの面としてはいかがですか。わーもうどうしても勝ちたくて、うわもう勝ってることで何か近づけるんだったら、はい、もうそれは絶対したいっていう、うんうんうん、とやっぱりたくさんの方に見てもらいたいので、うん、やっぱこういう風にラジオに出させてもらったりとか、すごいもうみんなに知ってもらえるってことが嬉しいですね、はいはい、いやしかも観覧の方も今ちょうど出られちゃったんですけど、めちゃくちゃ分厚い応援がね、ポップポップな方たちがいましたね、はい、すごい、はい、もう強そうな応援が来てまして、はい、素敵です。ありがとうございます。まだまだね、この後お話聞かせていただきたいところなんですけど、はい、早速コーナーの方に参りたいと思います、はい、声出ますか、大丈夫ですか。はい、出していきますよ。はい、エコーお願いします。はい、いきますよ。はい、ライズファイター深掘りトーク。大丈夫はい、これが今日の前回なんですけれども、はい、この番組では、ゲストの方が現在に至るまでどんな人生を歩んできたのか深掘りする番組なのですが、うん、格闘技をまずね、格闘技を始めたきっかけから教えていただけますか。はい、確かに知らない、うんうん、格闘技をきっかけはもともとボクサーサイズにハマっていて、はいはい、音楽に合わせて動く、はい、で、それをかっこよく動ける人が前列にいて、うん、いいなと思って、先生ではなくて普通に会員さんでみたいな、確かにそうです。どうしてもかっこよくやりたいと思ってたのがきっかけでジムを探して、はい、すごい、ちょうど専門学校に通っていたので、はい、西葛西っていうところから町田から西葛西まで出て、はいはい、その間にちょうど渋谷があったので、はい、その渋谷で探してへ、今のジムに入らせてもらいました。戦おうと思ったというよりはまずその極めようっていう第一歩から始まったって感じ。そうですね、もうフィットネスって感じで、へ、どうしてもそれができるようになりたいなっていうので入らせてもらいました。お聞きしようとしてました。いや大丈夫です大丈夫です、はい、はい、そうなんですね。じゃあなんかこう憧れの選手にも憧れって後に生まれたりしたんですか。そうですね、やっぱ最初はもうジムの先輩たちもかっこいいなと思って、うん、まあ、例えば女子の方向ですからね。そうですね、はい、やっぱり結果出して強い選手が多くて、うん、まあ、ただ今現在はいろいろ知っていく、知ってやっぱ井上尚弥選手がやっぱり、ちょっと自分の中も、確かに私はちょっと意外かも、はい、めっちゃかっこいいです。この間の試合も、はいはい、あの
見に行ったんですか？あ、見に行ってはないんですけど、はいはい、もうちょっと見て、まあ、興奮しました。アジア人初のね、はい、統一イエス。え、何の専門学校に行ってたんですか？は、もともとインストラクターを目指していて、フィットネス。そっちだったんだ。はい、両親がインストラクターをもともとやっていたので、はい、それをちょっと憧れて、その専門学校に行ってて。あ、じゃあ体を動かすのは昔から好きで。そうです、体を動かすのが大好きで、はいはい、それでフィットネス系に行きましたね。すごい、そこで才能開花っていうことですよ。確かに。そう、その時にちょうどふくらはぎが結構ムキムキしてた時期で、ほうほうほう、でマラソン選手が時期があるんです。時期があって、でその時にキックボクシングやった時に、はい、ミドルキックってかかと持ち上げてますって最初教えてもらうんですけど、はい、その時ふくらはぎを褒められたので、はい、それで、あ、ちょっとコンプレックスだったんですけど、あ、やってみようと思ってで、ちょっとハマっていきました。じゃあ今も試合中にあんだけミドルキック蹴るのは私のふくらはぎ見てよっていう感じでやっけてる。最初はそう、最初はそうだったんだ。かわいい。ちょっと自慢みたいな感じでやってました、ね。かわいすぎる。いや、なんか今素敵な話たくさん聞けたんですけど、はい、でもやっぱり男女問わず格闘家って大変な職業だと思うんですよ。なんか苦労もあると思うんですけど、ちょっとあえて大変だなっていうこととかってありますか？やっぱりちょっと女性だとやっぱ家事ができて当たり前とか、はい、細かいことができて当たり前っていうものがちょっと概念としてある世の中。あ、まあそうですね。で、私は結構家事ができなくって。おー、そうなんですね。料理も全然もともとできなくって、はい、洗濯畳むのも好きじゃないし、うん、干すのも好きじゃないんで、うん、回したはいいけど干せないみたいな。そのままそのままとか最初やっちゃってたんですよ。なんか気分重いなってありますよね。わかります。もうなんかかけて3時間経っちゃったとか、なんかそれでもう一回回すみたいな。洗濯機3時間結構大輝さん豆の方ですか？いや、でも3時間はかか僕もその洗濯した時に、はい、どうせ着るし畳まなくていいやっていう考え方ではあるんですよ。いや、私は本当家事できないし、洗濯もめんどくさいし、超豆じゃないんで、はい、究極にすごい分かります。なんか、え？とかならない。全然なんない。でも何しようで3時間は経たないけどね。まあ、分かりますよ。もう1日とかも経っちゃったりとか。でもそんなマラゾー選手が、はい、がやっぱちょっと実家を出て、はい、自分で料理を作るようになり、洗濯もちゃんとピピってなったら重い腰を上げて干せるようになり、はい、すごい、ちゃんとなったんですね。すごいです。あ、まあ、ちょっと今はもうちょっと持ったんですけど、あ、ちょっとまだ、ね、まだ頑張ってる時もあります。なるほど、なるほど。って感じです。原料食は自分でも作ってる感じなんですか？そうですね、今は作ってます。そしたらもう体重もすごい安定して、もう体の感じもだいぶ変わってきて、お、素敵。なんかもともと出来上がってるものってどういうか、なんか過程で、はいはい、どういう味付けで作られたものって自分でわからないじゃないですか、うん、そうですね。それが自分で作るとこの食材からこの形になってこの味付けをしてってなると、あ、なんかこういう過程でできてたんだみたいな、はいはいはい、それがなんかちょっと楽しくって、あ、楽しいの素敵ですね、はい、なんかお気に入りのメニューってあるんですか？はピーマンの肉詰めです。あ、素敵。こねて、でこねるとこうって握力使うじゃないですか。本当にそうか、ここでトレーニングしてるのって。なるほど、はいはいはい、で簡単にちょっとピーマン、はい、ちょっとポンってやればできるんで、ちょっとそれを食べたらマナゾーさんみたいに近づけるかもしれない。その学校でもそういうことを習ってたんですか？そのなんか食の。そうです、もともと習ってたはずなんですけど、うん、もうほとんど学校に行かなくって、単位も金で買ったみたいなもんで、悪い言い方しちゃうんですよ。っていうぐらい結構もうなかなか馴染めなくって、はいはいはい、でそんな時にキックボクシングに出会っちゃって、うん、学校行かずにキックボクシングのジムに行くみたいなスタイルでずっとやっちゃってました、ね、でも結構最初からもう職業にしたいなっていう、そのプロの格闘家になりたいなっていう感じなんですか？すぐにはもともとはなかったんですよ。もともとプロになりたいとも思ってなかったし、うん、なんかそれをやりたいと思ってなかったんですけど、うん、なんか勝手に環境がどんどんそういう風になっちゃってて、あ、じゃ
じゃあやろうっていう感じでしたね、はい、まあ、周りの先輩がねこう結構華やかな人たちがいたからそれにこう付き合ってたらっていう感じ、はい、そうですね、なんか気づけばプロを目指してて、はい、気づけばあのそのジムに就職させてもらっててとか、なんかそんな感じでした。いやでもそれ才能あるからですよね。自然にそのできる、まあまあ確かにそうですね、レールは自分でも、はい、乗っかることができたっていう。じゃあ今は最前列で綺麗にボクササイズできますね。確かにもう一つ夢が叶って、あただその専門学校に行ってた時に、はい、あのインストラクターを実際にやるっていうのがあって、はい、そこでなんかボクササイズを教えたことがあったんです、はい、それでちょっとよしって思いました。すごい、一つの目標がね。そうですね、はい、なんか改めて今目標みたいのってありますか、具体的に。やっぱりなんか何かをしたいとか、まあ、まずはライズが一番世界で一番強い団体、ライズの女子が一番強いっていうところを自分が証明していきたいんですけど、うん、やっぱり、まあ、その中でもなんだろう、試合を見て、はい、なんか真野選手から勇気もらいましたとか、なんかそう言ってもらう声がなんか最近特にすごいしみるというか、最初はありがとうございますぐらいだったんですけど、はい、やっぱり続ければ続けるほど、うん、なんか応援してくれる方とか、応援してなくてもその試合を見て勇気もらったとか、うん、なんか胸が熱くなったって言ってもらえるのが、うん、なんかやっぱりすごいいいなと思って、うん、やっぱそういう選手になりたいっていうのがなんか自分の中の目標です。いやもうすでにそうだと思います。なんかいやでもやっぱり自分勝手になっちゃう部分もありますし、人間性で全然まだまだなんで、ね、自分勝手になっていいと思います。ありがとうございます、はい、そうだし、あの、はい、私試合見ててもマイクのスタイルとか見てても、あと同じ女子としてやっぱりすごいなって思うんですよ、うん、でどっか目がいいっすよね。いやキラキラしてる。ワード選手の試合前、うんうん、試合中の目が俺は結構好きです。おお、はい、ありがとうございます。どういった目ですか。いやもう本当にこう、まあ、ギロっていう音で言うと、うん、今どっちかというとポワンっていう、それがもうギロっていうこうスンこうもう真っ直ぐしか見ないみたいな、はいはいはい、あの目はなかなか女性の選手で僕あんま見たことないというか。おお、はい、ちょっと注目してみます。でも確かにメイクっていうか雰囲気全体オーラは感じてます、うん、今とまた違った集中された姿はすごい感じてました、うん、はい、皆さんもぜひ真野選手の目に注目してください。いや目はすごくいいと思いますね、めちゃくちゃ楽しみ、はい、やっぱそのライズ対今回、うんうん、あの、まあ、世界みたいな感じじゃないですか、はい、で、まあ、前回ベルギーでしたっけ、グローリーだった、はい、グローリーで、グローリーの時はねやっぱちょっと世界の壁を、まあ、見てたこっちも感じたなっていうのは、はい、正直あったんですよ、はい、うわマラゾー選手がこんな差があるかっていうぐらいな感じだったんですね、はい、ボッコボコにされます、はい、あんな強いのって、はい、あ、ま、なんか、ま、今まで格闘技やってたけど、はい、これが本当に格闘技だなっていう、あの倒され方をされましたね、はい、うん、でもあれにリベンジするマラゾー選手が今後見れるっていうふうには期待はしていい。あ、ありがとうございます。す一番の目標です。いやあれでも強いっすよね。めちゃめちゃ強いです。びっくりした、はい、もう男子選手とやらせてもらって、まあまあ、トップの男子選手の力はちょっと、はいはい、まあ、違いますけど、やっぱり女の人の攻撃力は感じた、あの感じたことなかったので、あの強さでというか、そうです、男の人みたいな感じで、うんうん、はい、びっくりしましたね。うわ、でもなんか新たな目標もできますよね、そうなってくると、はい、ただあのベルギーの試合を終えてから、はい、私は格闘技大好きなんだってことに気づけたんですよ。わー素敵。それがすごい良かったですね。だって結構へこんじゃう人もいるじゃないですか、はいはい、なんか感動しました。なんかあのそのベルギーの時にその相手選手が描いたあれ、はい、絵ですか。あ、はい、絵なんかもらってましたよね。そうなんです、リング上でもらってたの。そうもらってたけどマラゾー選手のその時の顔がいやいらねえよみたいな感じなんですよ。正直あれはどうでした。いや私しかも正直あのもらったことすら覚えてなくって、あの控室行ってこの絵何、はい、って聞いて、はい、もらったよって言って後で映像見てもらってるって思いますそうここもらってる、うん、分かった分かった、もういいからみたいな感じで、なんか、まあ、まあ確かにこう勝った、まあ負けた、はい、自分は負けた身分じゃないですか、はい、
そのなんか、まあ、上から目線にも僕は見えちゃったんですよ、勝った選手からものをどうぞどうぞみたいな、うん、あのベルギー来てくれてありがとうみたいな感じでやった、はい、でも確かにいらないなっていうその大和魂を見せてくれてたのかなどうなんだろうっていうのを今日聞きたいなと思ったんですよ。ただあの悔しい気持ちを忘れないために部屋に思いっきり飾ってます。すごい、そうなんだ。いや飾ってます。いやですね。いやあの絵は拳と蹴りで、そうですよね、描いてるんですけど、うん、生々しくって確かに。でも毎日しっかり見ようって見てます、うん、うわーかっこいい、精神かっこいい、筋が通ってますよね、一本あれ絶対超えたいですね。しかもグローブもちょっとグローリーの方がちょっと上なんですよ。すいません、ちっちゃい。あ、そうなんですか。ちょっとだけライズがこういう感じになって、うわーこれ超えてやろうって。今回のポスターがってこと？あ、違います、あの絵の、あの絵の描いた絵が少しグローリーの方が上だから、あ、これは絶対超えたいな。うわすごい。いや、これなかなか聞けない話じゃないですか。そうですね、はい、うわちょっとまだまだお話をお伺いしたいんですけれども、はい、次のコーナーに一旦移ってみたいと思います。お願いします。はい、頑張りますよ、いきますよ。それではサッチョの何でもかんでも人生相談いや、やばいなこれもう逆にマナゾー選手に言ってもらった方がいいんじゃない？確かに。ちょっと次のタイトルコールをお願いします。次のタイトルコールちょっとマナゾー選手に言ってもらいましょう。ちょっとそうしましょう。はい、ではまずこのコーナーなんですけれども、はい、サッチの何でもかんでも人生相談ということで、はい、今回ももちろんやります。改めてこちらのコーナー説明いたしますと、選手の皆さんもいくらね強いとはいえ日常にいろいろな悩みがあると思うんですよ。相談したいこともなかなか言いたいことも言えない世の中だと思うので、私が全てを聞き入れて私なりのアドバイスをするというコーナーになっております。はい、未だかつてまだ解決したところ僕は見てないんですけどねそうですかそうなんです。どうでしたっけ前回は風音選手の時でしたね、うん、そうです、はい、そう、ひげ生やしたい、はい、はい、そう、そうな、確かにあれ解決してなかった、解決してなかった気がしますね。確かに、はい、ちょっとあの大輝さんもいるので一緒に解決したいと思います、はい、まあでもツイッターでもね、うん、もしよかったら、はいはい、ハッシュタグライズスタジオで、うん、もし皆さん お悩みあったらつぶやいてもらえたら、はい、もしかしたら、はい、答えてくれるかも、もしかしたら答えます、はい、お願いします、はい、ということでマナゾーさん、どんな相談でも構いません。どうでしょう。結構考えたんですけど、やっぱりちょっと試合モードの脳みそになっちゃってて、ね、はい、どうしたら勝てるかなって。すごい一番難しい質問じゃない相談ですねこれは、はい、どうしたら勝てるか、どうしたら勝てるか、いや、そんな上から言えないことが来てしまって、どうしても勝ちたい、うん、でもそれはやっぱりご自身を信じることだと思います。ああ私はマナゾーさんを信じてます。いや、それ相手方がいることなんですけど、今この場で応援させていただきたい気持ちと、こんな声でなあれなんですけど、やっぱなんか私の持論を展開しますね皆さん、はい、私の持論です、はい、やっぱり最後の相手って自分だと思うんですよ、うん、自分自身の体を動かすのとか限界を突破して体自分を動かすのも自分じゃないですか。なので自分自身に打ち勝ったらその先に価値があると思うので、はい、自分自身に打ち勝つことだと思います。大輝さんどうですか。いいと思います。おー、はい、いいと思います。初めて言われた、はい、ありがとうございます。大輝さん的アドバイスもぜひ。いや、でもその通りだと思いますね。マナゾー選手の持ってる力を出した上で、うん、まあ、勝てば嬉しいですし、まあ、逆に負けたとしてもまだレベルが足りなかったんだなって自分で多分確認できると思うんで、今持ってるマナゾー選手の力を試合で見せてくれるのを楽しみにしてる、はい、ます、はい、いや、ありがとうございます。あと私その目標どうしてもなりたくてが今日2回出たんですけど、そのフィットネスやってた時にどうしてもあの上手な人みたいになりたくてって、それ一個目標叶えてるじゃないですか、はい、今日入ってこられてしょっぱな、どうしても勝ちたくてっておっしゃってたんで、その気持ちはもうめちゃくちゃ強いと思います、はい、応援してます。ありがとうございます、はい、今日すごいまとまったんじゃない？どうまとまりましたか、はい、大丈夫ですか。どうどう、ということでまとまったみたいです、はい、はい、じゃあ今日ね本当に盛りだくさんなので、どんどんコーナー参りますね、はい、皆さんのご相談は私がツイッターの方で勝手にハッシュタグ探して相談答えておきます。ありがとうございます
ということで、真田選手のお悩みを解決できたところで、次のコーナーに参りたいと思います。はい、真田さんにお願いしますか。いいですか、じゃあ。でも聞きたい。聞きたいですか。これでも2回目なんで。あ、確かに。2回目なんで。はい。ぜひぜひ。真田選手、じゃあ、はい、お願いしてもいいですか。いいですか。わあ。その、そこですね。そこです。これですね。はい。ご自身のタイミングでいきたいと思います。はい、じゃあ、お願いします。ライズファイター、復活取り。深掘りトークその2。かわいい。かわいかった。めちゃくちゃかわいかった。かわいかった。わあ、やってもらってよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこちらはね、真田選手が今ハマってることありますかというそういったねパーソナルな部分をね今度その2ということで、はい、聞いていきたいなと思います。はい、今ハマってることって何ですか。それも考えたんですけど、はい、やっぱり今練習しかしてなくて。そうですよね。だから逆に何したいかなって考えた時に、うん、やっぱりずっと行けてないおばあちゃん家に、愛知のおばあちゃん家にちょっと行きたいっていうのがすごい自分の中にありますね。やっぱり癒されますか。癒されます。もうあの農家で食べ物を作ってるんですけど、はい、それ私ももともとずっと農家になりたいなってずっと思ってて。おお、食べ止めなじゃなかったですか。そうですか。ちっちゃい頃に。あ、ちっちゃい頃。あの人生のゴールは田んぼでチャリを漕いでるおばあちゃんになりたいなっていうのはあったんですよ。まあ、今はちょっとやっぱ人生を歩んでいくうちにどんどん変わるんですけど、ただその中のやっぱ憧れの一人としておばあちゃんがいて、やっぱ試合後はいつも会いに行ってるので、会いに行きたいなっていう気持ちはあります。じゃあ試合後のルーティーンとしては、試合後です、はい、ルーティーンとしては、はい、じゃあ毎回おばあちゃん家に行ってるような感じ。あ、そうですね、おばあちゃん家に行ってお墓参りもしてみたいな感じで、いつも愛知県に行ってます。パワー。今日25日なんでね、うん、はい、年始の挨拶もね。そうですね、はい、できますね。行きたいです。確かに。じゃあ真田さんの好きなお野菜は何ですか。お野菜。お野菜。お野菜。ブロッコリー。あ、ブロッコリー。確かに。見かないまくって想像がつきすぎる。合ってます、合ってます。じゃあもしかしたら最後はあのもう世界で一番でライズの代表にな、女子選手になられてブロッコリーを育ててチャリこいでるかもしれない。そうかもしれない。そうかもしれません。皆さん応援してください。お願いします。なんか今ちょうど試合直前じゃないですか。なんかこう、はい、運気を上げるお菓子じゃないけどなんかそういうのってありますか。自分お菓子とか。私だったら、あ、例えばなんかあるんですよ。グラビアで絞ってるけどグミだけはちょっと食べていいみたいな、なんかご褒美みたいな、一応頑張ってる中にもあるんですけど。そういうことね。選手の皆さんでご褒美はないもんですかね。なんす、なんす、原価付きとかなんかないんですか。あ、逆に。あ、なるほど。はあのこれも父から教わってるんですけど、はい、あのまあまずトイレを掃除するっていうのと、あと会場の近くのあの大きい木に挨拶をするっていうのをやったりします。木ですか。次で言うと両国国技館だからあるんですかね、大きい木が。なんか歩いてて見つけた、あ、これだなみたいなのに、なんか今日はよろしくみたいな感じでいつも試合前は挨拶して。あ、そうなんだ。で試合の会場の使ったトイレは絶対きれいにするっていうのだけは決めてます。うわ、素敵だ。でもそれは父から教えてもらったんで、はい、教えてもらう前には全然やらないですし。そうなんだ。そこはもうやろうと思ってなかったんで、いや、それだけは決めてますね。素敵じゃないですかこれ。すごいですね。かっこいい人として。いやいや、うん、トイレには神様がいるって言いますか、ね、言います、言います、はい、いや本当に、そんな、なんかパンツをこういつも同じやつ使ってるとか。はいはいはい。はなんか僕はそうだったんですよ。そうなんです。そうです。だから試合、まあ、僕試合をあの引退するまで8連勝してたんですけど、はい、8回しか使ったことないパンツがあるんですよ。おお、そう。赤とかですか。赤ではないです。あのすごい応援のしてくれてる方からもらったパンツで、これショーパンツしてみようと思って、そこからずっと負けなしであの現役を終えたっていうパンツがあって、すごい。そのパンツを忘れた時があって、まあ、でもその時実家暮らしだったんで、あの母親に持ってきてもらって、やべ忘れたっつって、もう不安でしょうがなくて。可愛い。そのパンツがないとダメなって。何やってんのみたいな感じになって。すごい。間に合って入って、間に合って入って、はいはいはい、か
かっこいいです。それで買ってね、買って買って、ね、はい、今そのパンツはどうなってるんですか。パンツはまあまあまあありますね。おー、はい、おー、え、そのパンツは継承しないんですか。どこに継承するんですか。誰かいります自分の分かってんのか嫌でしょ。いや、さすがにさすがに間違えました、はい、ぜひジムに飾ってください。いや、嫌ですサイン買って、あのパンツだって なんですか。なんか嫌ですね。確かに、はい、めっちゃ面白いすげえどうしようもないこと聞いていいですか。はい、なんかやっぱこう女性じゃないですか、はい、女性なんで、まあ、今日もすごい綺麗にしてるじゃないですか、うん、で試合前ってあんま皆さん化粧とかされないじゃないですか、はい、その でも化粧するとなんか僕もたまに化粧した時こうピッていう、こう背筋が伸びると気合入る感じとかある時あるじゃないですか、はい、で選手もやっていいのになって思うんですよ。その現役の選手も女子格闘家も、うん、すればいいのになって思う時あるんですけど、私はなんかやっぱ汗で取れるから嫌だなっていうのはちょっとあったんですけど、はいはい、ただどうしても眉毛だけは、はい、っていうので、はい、今回アートメイクをして、はい、彫ってもらいました。あ、そうなんだ、はい、なんで今回の対戦相手にしっかりシュッとシュッてやって、はい、ギュッていうギュッて上げてもらって。そうなんですね、はい、じゃあなんかしたらなんかこう女子の空気がどうとかなんか何ですか、常識外れとかそういうのではないってことですか。あーでもやっぱりなんだろう、なんか本のままでいきたいっていうのもちょっとあって、あーなるほど、なんかおめかしてなんかこう着飾るよりかはそのままのスタイルでっていうのはちょっと気持ち的にはあるんですけど、まあ、ただやっぱ最低限っていう部分でちょっとご縁があって、はいはい、アートメイクをさせてもらいました。綺麗な眉毛ですね。綺麗です。はい、なんか逆にスイッチなんですね。だから本能のままにっていうことが、あ、こうすっぴんの方がスイッチになるってことですか、はい、なんかむき出しってことですよね。そうですね、むき出しでちょっといきたいな。ただまあやっぱ年齢が上がるとそうはいかない部分やっぱあるので、はい、そんなことないです。松田選手何歳ですか。あ、今26です。いやいや、まあまあ、でも選手としてはそうか、うん、私一つ聞きたいことあります。はい、宮城大輝さんお会いした時にもうお肌がもうめっちゃ綺麗って。確かに、はい、私もうずっとそれをで毎回会うたびに絶対思うんですようんうん、うん、どういうケアをしてるのか。確かにどういうケア、前も聞いちゃったかもしれない多分何もしないのがケアかもしれないですね。あ、頼りすぎない。そう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 、いや本当にきめ細かいです、ね、本当に綺麗なんです。でも最近ちょっと乾燥肌なんであれクリーム塗ってます。何のクリーム塗ってるんですか。なんか、ね、ニベアみたいな、はい、すごい才能でした。これは生まれ持った才能、まあ、親に感謝かもしれないですね。うん、そういうことです、はい、そうなん、はい、じゃあでもこれからのね女子選手もし気合い入れのスイッチでねメイクした人がね、はい、出てきてもいいですよね。そうですね、うん、マラゾー選手がメイクしてくれてもいいですね。マラゾー選手がメイクぜひこんないい験担ぎあります、はい、強いです気持ちが。いやここまでねマラゾー選手にお話をお伺いしてきました。はい、素敵なお話たくさんありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、そろそろお別れの時間になってきたんですけれども、じゃああれをやらないといけないんですね。そうですね、はい、あれですね、あれですね、はい、そうなんです。一応ね台本には一旦それをすっ飛ばすっていうね、はい、あ、違いますね、番組へのメッセージを先にちょっと読んでからですかね。ここはメッセージがございましたん、うん、うん、次のゲストを呼んでくれるのかなと思って。そうですね、はい、次のゲストを呼んでいただきたいと思います。はい、はい、ではマナゾー選手、まあ、ぜひそうですね、はい、マナゾー選手に次回のゲスト、はい、次は1月5日そうですね、はい、来年ですも年明けになるんですけれども、なんで、はい、誰か呼びたい選手でもなんかいますか。やっぱり今回ベイノア選手、まあそっか、ちょっと受けてもらったんで、はい、ベイノア選手にバトンを返したいと思います。ベイノア選手の連絡先は知ってる？は、SNS ではつながってます。あ、そうなんだ、うんうんうん、スタッフさん誰か知ってる方いらっしゃいますかね。お願いします。はい、ベイノアさん、あ、今日は出てくれるかな。じゃあマラゾン選手かけていただいて。はい、わ、なんかドキドキしますね。前回もこれ流れてたな独特な、はい、Be my baby, be my baby、 ちょっと流れてましたよ。 Be my baby、 ちょっと待って、え、出ないですね。
いや、流れてます流れてます流れてますけど全然出てくれないですね。確かに、いつもお電話するとき割とすぐ皆さん出てくださってますもんね。かのんちゃんの時もこんな感じでした。こんな感じでした。え、待ってあらあらあら2回目あらあらあらあれそんな忙しいんすか、ベイノワ君あれえぇ、マジですか。じゃああと10秒待ちます。そうですね、一応待ちましょう、はい、5秒3、2、1。うそー、うそ本当に、え、ベイノワさんそんなことあるんすか。またメインのから騒ぎしたかったですよ、ラジオでも。トークできない。あ、じゃあ、はい、どうしよう。じゃあ、どうしよう、どうしよう。ずっとその試合の会場で会うと俺を出させてくれっていう方がいるんですよ。嬉しい、ライズスタジオに、はい、ライズスタジオに。ありがとうございます。それ僕つながってるんで、はいはい、逆にじゃあ僕が今日呼んでもいいですか。じゃあちょっとベイノワさんが出ないので、はい、お願いします。はい、誰だろう、ベイノワさん。でも誰で、ね、出てくんなかったらもう、はい、ライズスタジオ来年終わりかもしれないです。嫌だ、お願いします。楽しみです。誰なんですかね。あ、流れてます。あ、ですね、ですね。誰だろう、欲しいな。お、はい、もしもし。あ、お疲れ様です、うん、あ、だ、だ、だき、おす、宮城大輝です。うんうん、どうした那須川さん、お疲れ様です。うんうん、あの、今あの、うん、ライズでやってるラジオっているんですね、うん、ほう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 、はい、ほう。那須川さん、うん、あのすごい試合会場であるとお前はいつ俺を出させるんだっていう風に言ってくれてたじゃないですかあ、なんかそれをなんか聞いてくれた感じ、はい、聞いてくれちゃった感じ、はい、なんでいよいよ出番かなと思いオファーをさせていただけたらなと思いご覧させていただきました。そうなんだ、はい、そうなんだ。もちろん出ますよ。もちろん出ますよ。次回1月5日なんですけど。ああ、めでたいね、正月だね。あ、はい、うんうん、開いてますか。大丈夫でしょう。もう開けるよ、開けるに決まってんじゃん。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。大丈夫でしょう。はい、じゃあ那須川さん、じゃあ1月5日お待ちしております。はい、楽しい話しましょう。あおす、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。すいません、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、失礼します。はい、すごい、すごい、まさかの、まさかの、はい、次回のゲスト、ま、次回のゲストてっぺんジム会長那須川博之会長で、会長、はい、やばそんなのありねいや、もう、なで今決まったたので、はい、お正月大スペシャルという感じに、ね、はい、なりまして、はい、はい、ベイノワさんの代わりと、代わり、代わりじゃないベイノワさんが出れないということで、ベイノワ選手、はい、できんです。あー、はい、いやー、ということで、なんとなんと次回のゲストは、はい、那須川博之さんに決定いたしました。はい、よろしくお願いします。皆さん、ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、楽しみにしていてください。いろんな話を聞きたいなと思います。いやー、いや、本当にびっくり仰天なんですけれども、はい、いや、楽しい時間でした。そうですね、いや、はい、あっという間に。いかがでしたか。いや、めちゃめちゃ楽しかったです。いや、私もめっちゃ楽しかった。ありがとうございます。今ハッシュタグの方見に行ったらタイトルコール、顔赤くなるマナゾーちゃん可愛いな。確かに、僕もさっき見た時に僕も気になってたんですけどマナゾーって本名なんですか。確か、あ、は、リングネームです。あ、うん、あ、そうなんですね、はい、あれ、一回変えました。リングネーム変えてない、最初から小林真奈蔵。最初から小林真奈蔵でやらせてもらってます。おー、うん、なんか由来みたいなのあるんですか。は、もともと教えてもらってたトレーナーが雄三さんって方だったので、はい、それでずっとジムで真奈蔵真奈蔵って呼ばれてて、へー、本名よりちょっと変えたいなと思ってたんで、はい、それでへー、デビューさせてもらえる。なんか素敵だし呼びやすくないですか、真奈蔵さん、うん、あ、ありがとうございます。唯一無二。そしてですね、あの大貫さやかが宮原かのんのライズスタジオなんですけれども、はい、かのんちゃんの方からもう質問が来ております、はい、メンタルは強い方ですかという質問が来てます。メンタル、
どのメンタルかによるんですけど、多分ですけど、はい、彼女試合出たいって言ってるんで、まあそうですね、試合メンタルだと思います。試合メンタル、はい、やっぱ負けず嫌いなのでそこは強いかなとは思います。ただ別のこういう場だったりとか、はい、ちょっと話す機会とか結構緊張しちゃうので、やっぱりちょっとドキドキしながら、どう何話そうかなみたいな感じでやっぱ考えちゃいますね。じゃあ好きな人にはメンタルはどうですか？やっぱりいいとこ見せたいってなっちゃうんですけど、ブチ切れた時は普通に切れます。確かに自分から好きっていうタイプですか？あ、告白される方が多い？そうです、あ、告白される方が多いんですけど、はい、どうしてもこの人に告白したいとか、はい、逃せない時は絶対行きます。かっこいい。やっぱり なんて言うんですか？もう好きですみたいな、大好きです、もうその先もうどうなってもいいんで好きですって伝えますね、はい、言ったことはじゃああるってことですよね？あります。もうかっこ、どんな人タイプですか？タイプめちゃめちゃ聞くなさい。残り10分、確かに。なんだろう、なんか生死をさまよったことあるような、なんかなんだろう、根性がある人ですかね。なるほど。格闘家がヤンキーしかいないですね。確かに、まあ、消防士の方とか、まあ、軍事関連の方とか、はいはい、かなりハードルが上がってきましたけど、はい、男らしい人がいいんですね。やっぱりそうですね、なんか、うんうん、外見とかは、まあ、別に全然可愛い感じでも、はい、どっちでもいいんですけど、やっぱ、はい、そうですね、気持ちの部分は、うん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 、やっぱ命のことを考えたことがあるとか、なんかそういう、やっぱそこは考えてほしいですね。深いですね。深い、めちゃくちゃ。いやー、すごい、こんなに質問させていただけるなんて嬉しいですね、はい、本当に。はい、ということで、もうだいぶね、はい、最後に畳みかけてしまったんですけれども、はい、宮城さん、今日いかがでしたか？いや、もう楽しかったです。もう2022年、うん、ラストのふさわしい初女性ゲスト、はい、ありがとうございます。ありがたく、うん、はい、はい、そのマラゾ選手が、はい、そんなマナド選手がですね、はい、今出演間近と迫っております。出演っていうの？出場じゃない。出場間近の大会のお知らせをさせていただきます。はい、ライズプレゼンツライズワールドシリーズシュートボクシングキングス2022がですね、12月25日に両国国技館で開催されます。はい、こちらですね、今あの配信をご覧の皆さんにはあの対戦カードが出てるんですけれども、テッサで込む、はい、意気込みを一言だけいただいてもいいですか？はい、やっぱりヨーロッパのチャンピオンなので、うん、まあ、映像も見る限りとってもとても強い選手です。はい、やっぱりでもやっぱりライズが一番ってところを証明していきたいので、うん、その大事な一戦になると思ってます。うん、でなおかつ12月25日、クリスマスで、はい、皆さん大切な日、何もかからず会場に来て応援来てくださる方も多くって、うん、やっぱそういう方々にも自分でも忘れられないいい一日になるようにしっかり勝って、あのメインの方につなげていきたいと思ってます。クリスマスプレゼントじゃん。はい、ありがとうございます。そうですね、プレゼントもらいましょう。はい、ぜひ皆さんもいただきに応援に来てください。はい、そして、このラジオが ね年内最後ということで、来年のお知らせもさせていただきたいと思います。はい、本日発表されました、来年1月28日土曜日に後楽園ホールにて164の開催が決定いたしまして、はい、今大注目の選手、日立ヒューマ選手のタイトルマッチが決定いたしました。ありがとうございます。はい、めっちゃ楽しみです、ね。いや本当にチャンヒョンリー選手もめちゃくちゃ強いですしね。ターゲット渋谷所属の日立ヒューマが、はい、なんとタイトルマッチを組んでいただきました。いや素晴らしい。ありがとうございます。お二人のね試合ぜひぜひ注目してください。今日発表ということで、25日の大会とこちらの年明けの大会、うん、どちらも注目していただきたいと思います。この試合に関してはどう思いますか、大木さん。いやもう絶対チャンピオンと言われ、絶対王者と言われるチャンヒョンリー選手を、まあうちの日立ヒューマがどう乗り越えるのか。まあでも僕とまあヒューマのこう今作戦があるんですけど、まあ、そこがマッチしてくれたらいけるんじゃないかなとは思いますし、うん、うわすごい、まあ多分うちの日立がチャンピオンになった方が今後のライズが盛り上がるんじゃないかなと思うんで、うんうん、はい、ぜひ、まあ、うちはヤーマンだけじゃないぞと、日
たちヒューマンもいるし他の選手もいるんだぞというのを、はいはい、ターゲット渋谷を見せたいと思います。はい、注目しております。軽量とかね、いろんなパーソナルな部分も久津選手に注目して、うん、みんなで応援していきましょう。はい、ということで、放送を聞いてくださいました皆様ありがとうございます。はい、ぜひハッシュタグライズスタジオで感想や質問などこれからも募集しておりますので、ラジオの応援の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、次回の放送は来年1月5日、20時より放送いたしますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。スペシャルな、ね、ゲストの方今回もお迎えして会長さんが、ね、来てくださいますので楽しみにしていてください。はい、ということで、それでは今日の放送はこれまでです。もう終わりなんですか。あれ、え、もう終わっちゃっていいんですか。あれ、あと5分あります。あれ、いつも5分巻きしちゃう、ごめんなさい。え、あれ、またやっちゃいました。びっくりした。すいません、もう早く帰れて、声がもうあれだから早く帰れたのかなと思いましたよ。間違えちゃった。はい、質問は畳みかけるわ、いきなり、ま、進行してくるわ、びっくりしちゃいました。ごめんなさい。お願いしますよ、社長。はい、はい、ということで次回ね、はい、楽しみにしていただきつつ、じゃあハッシュタグライズスタジオの方もう一度振り返っていきたいなと思います。それから大輝さん、ご質問など。いや、でもまあ単純に12月25日の両国、はい、まあお話を聞けたらなと思いますよね。そうですね、はい、そうですね、意気込みも聞いちゃいましたもんね。そうですね、はい、どうしよう、どうしよう。他のカードもすっごい豪華ですよね。なんかグローリー対、うんうん、あのライズで苦戦決まってますけど、はい、もう畳みかけるかのようにメインと、あとは引退試合の山田選手。あ、まあそうですね、そこはまあ対抗戦になってきますからね。はいはい、アポスターありがとうございます。あ、ありがとうございます。え、マラド選手は他の選手の試合を見ますか。と最初は一切見なかったんですけど、はいはい、グローリーで負けてからちゃんと見るようになりました。はい、それは男子の女子の、あ、どっちも見ます。へ、結構もう幅広く、でもそうですね、自分あんま見るタイプじゃないんですけど、はい、結構周りが結構見るので、それに合わせて最初は見てって感じで、はいはい、じゃあ今集中してる時期だと思うんですけど、この間オープンフィンガーの試合あったじゃないですか、はい、女子の、はい、見ましたか。見ました。いや、どう思いました。いや、もうずっともうすごいいい試合でしたよね。はい、面白かったですね。面白かったです。はい、すごいです、2人とも勇気があってかなり果敢に攻めてたと思うんですけど、うん、痛いですよね、単純に結構怖いものあるけど。そうですよね、スパーリングで一度、まあ一度っていうかオープンフィンガーでやらせてもらった時があって、あのその時にやっぱ距離感が全然違うので、はい、今まで踏み込まない部分もう一踏みしなきゃいけないっていうのが、うん、であれを見てすごい気持ちの強さだなって。でもマラソン選手、あのムエタイもできるじゃないですか。はい、あ、肘ありもできるから、ワン、はい、とかだったら俺面白いなって俺ずっと思ってるんですよね。実はまあグローリー出る前にワンにずっと出たいと思ってて、はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ、はいはい、でオープンフィンガーでやりたかったので、はい、あのワンのグローブも持ってて、はい、それでよく練習とかしてました。あ、そうなんですね、はい、マラド選手縦肘がすごくうまい。ありがとうございます。そうなんですね、縦肘。いや、本当に今25日が目前すぎるんですけど、はい、見たいなって思ったんですよね、そのオープンフィンガー、うん、女子のオープンフィンガーもすごい白熱した戦いだなと思って、うん、そうそう、女子、まあ、でも女子からは、はい、いや簡単に言うんじゃねえよって多分言われてるかもしれないですよ。でもやっぱり今はちょっと世界試合も決まってますし、はい、ちょっと簡単にはいないですけど、うん、でもやっぱあんなゾクゾクする試合を見せられたら、うん、ま、万が一試合決まってない状態で、はい、いや、あの試合を見てたら絶対にあのリングの募集してたじゃないですか、うん、飛び乗ってたなってなんかちょっとすごい想像やってやるぞ、やってやるぞ。マラド選手は契約体重次は何キロですか。は、52キロです。52キロ、うん、あ、はい、じゃあそれは同じなんですよ。そうです、ライズのタイトルも52です。そうです。うわ、すごい、試合でも見られるんですね、やっぱり、うん、で見ない選手の方が多いなっていうやっぱ印象ではそうですよ、ね、はい、あるん で、よく解説とかみんなできるなと思いますもん。確かに、いや、本当大輝さんの解説本当すごいです。いや、もうやっぱ経験して、はいはい、やっぱ
聞いてて、ああなるほどってもうとりあえず勉強になっちゃうぐらいで。いや大輝さん最後のラスト1分で褒めてくれましたよ。いやいやありがとうございます。本当にいつも頼りにしすぎてさ、はい、全然です。ありがとうございます。元気のトークいっぱいです、はい、ということでね、はい、はい、ラスト1分ということで、はい、来月のねあのお話また振り返っていきたいと思います、はい、とにもかくにも12月25日両国国技館で、行います大会に丸蔵選手も出ておりますので、はい、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いします、はい、それとですね、次回のラジオの放送も来年の1月5日木曜日20時よりここ渋谷クロス FM で公開収録、はい、公開生放送をお送りいたしますので、那須川博之会長に来ていただきます。はい、そうです、はい、ぜひぜひ楽しみにしていてください、はい、お願いします。はい、そして引き続きハッシュタグでのねライズスタジオカタカナでライズスタジオでの感想や質問も応募してください。お待ちしております、はい、ということで選手、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。そして12月25、はい、頑張ってください。楽しみにしてます。ありがとうございます、はい、応援しております。ありがとうございます。ということで皆さんまた次回お会いしましょう。バイバーイ。